藩主溝野口家の母大寺である大英寺葬美藩は、越後国藩原軍葬美に存在した柴田藩の師藩。廃藩後に、出雲崎大館所の出張陣屋や,や、旗本、小浜市の事業所が置かれていた場所。現在の光蓮寺葬美藩の藩祖は、柴田藩の藩祖溝野口秀勝の次男、溝野口義勝である。義勝は秀勝に早くから御宣国を与えられ、慶長十四年には、 幕府から上野国内に二千国を与えられた。翌年、父の死により改めて一万二千を柴田藩より分与され、合計一万四千国を領する大名となって、総見藩を立藩するに至った。吉勝は、大阪の陣には、本家とは別行動をとって、功を挙げた。その後も幕府に仕えて活躍し、官営十一年に五十一歳で死去した。死後、家督は、 長男の正勝が継いだが、この時弟の溝口助勝に3 0国、溝口安庄に千国がそれぞれ分与されたため、総見藩の所領は1万国となった。漢文10年に正勝が死去すると、家督は長男の正義が継いだ。正義は、神殿開発、藩政の整備などに尽力したが、天が3年に死去した。正義には息子に、正岳がいたが創生したため、 老いの正近を養子に迎えて、後を継がせた。ところが正近は、養父と比べて無能で、百姓に対しては過酷な重税。おまけに酒に溺れては、狂乱に陥る振る舞いがあったため、上京4年8月、所領を没収されて、兄の加藤明秀の江戸判定にて謹慎を命じられた。こうして、総見藩は、廃藩となった。一万四千国一万国とざま溝の口よしか 溝の口まさかつ、溝の口まさよし、溝の口まさちか。ありがとうございます。